あとサップをやりたくて、英語話せるようになりたいと思います。私は海外にも行けんじゃないかなと思います。患者さんを健康に美しくしていく。マサノバンナの井上です。サーカスです。アケンです。ヤオちゃんです。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。せっかくなので1年の抱負をですね、いきましょうか。はい、2022年もフレッシュに元気にですね、患者さんに元気を与えられていけたらなと思います。明けましておめでとうございます。今年はですね、未知数のキラキラした未来をお届けしたいということで、キラキラをですね身にまといたいと思います。天使らしく。天使感なかったなと思うので、どちらかというと与えたい。キラ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 を、はい、キラキラって何だろう。振りかけたいですね。振りかけたいなんか、まあ、なんか見てあキラキラしてるなこの人って思う人たちをいっぱい作りたい。溢れ出すキラキラをお届けしたいなと。キラキラって何なんですか。でもこれは何言ってないんですよ、キラキラに。その人その人のキラキラなので。あ、その人その人のキラキラは。あ、そうです、そうです。2022年は、これは結構毎年決めてることなんですけど、言ってたんですけど、本当にちょっとこれはちょっとこういう場で発表するからこそだ、あれかなとも思うんですけど、英語を話せるようになりたいと思います。英語をね、ちょいちょい英語挟んでくるんですよ。うん。いつなんか、ルー大柴ぐらい。喋ってくるんで。以上です。来ましておめでとうございます。自分もやりたいことが今年はあって、ヨガとサップをやりたくて、結果まあサップヨガをやろうかも。合わせたね。海からちょっとエネルギーを得る感覚をちょっと最近感じてるんで、健康に関する知識とか経験とかを伝えれるようにですね、こう自分自身でもこう経験しながら伝えられたらなと思います。2022年はですね、僕はですね、出張が多くなるんですよ。というのが、鍼灸師の先生とか、お医者さん、ドクターの先生とかに向けた講演業っていうのが2022年の再開を予定してるので、飛び回ろうかなと。はい。まあ、南は沖縄、北は札幌までですね、毎月3回は飛ぼうかな。すごい。忘れちゃいけないのは、基本引きこもりだからね、基本的に出張そんなに好きじゃないんですよ。いやでも実際にですね、Zoom とかこういうセミナー業とか講演業でこうリアルじゃないとなかなかわからないこととかもあるんですよね。まあ、実際我々も患者さんを治療するときっていうのは必ず顔と顔を合わせるわけなんですけど、やっぱり顔を合わせることでわかることとかですね、患者さんの様子とか、特に我々鍼灸師ってその症状だけで体を判断するのではなくて、脈の状態とかお腹の状態、あと顔色とかも全部そうなんですけど、そういった部分をひっくるめて患者さんの状態を判断して、で症状だけではなくて体全体を整えるっていうのが鍼治療になってます。やっぱズームだけだとですね、やっぱこうなかなか伝わらないっていうのがあるので、2022年から、まあ、もちろんあの感染対策には気をつけてですね、全国各地で、今年は海外にも行けんじゃないかなと思ってます。英語、そうね、英語喋れる人がね、館内にはいるからですね。いえ、僕中国語しか喋れないので通訳してもらいながら講演しようかなと思ってます。こんな感じでですね、2022年も頑張っていきたいと思います。動画の配信もそうなんですけども、何よりもやっぱ我々の一番の仕事っていうのは患者さんを健康に美しくしていくというところではありますので、患者さんのお悩みや不調をですね、どんどん取っていきたいと思います。また LINE スタンプはまた進捗があり次第ご報告させていただきます。おそらく明日ぐらいにはですね、Apple Pieの動画が出ると思いますので、はい、楽しみにしていただければなと思います。それでは本年1年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。はい、完全に年末動画の後撮ったでしょうか。もう着替えすらしないというか、もうね。というわけで、LINE スタンプの進捗も当然ございません。もう少々お待ちください。